あ、そうですね。じゃあ、この間の中継に、はい、近いですか。あ、そしたらじゃあ、あ、よかったです。で、中心化なんですけど、調整8名。はい、領収書がご質問になります。富士山に降った雨雪というのが、数十年かけて地上に出てきます。でその水がまあ軟水ということで絹の精錬染色に適していましたので、この水を使って旗を作りました。その代表的なものが海域というものです。海域というのは戦前までしか織られてなかったんですが、非常に薄い絹織物で、腰もあって、そして、先染め織物特徴があります。これは縦と横が全く違う色で織られています。これを動画で見てみます。そうすると、角度によって縦が見えたり横が見えたり全く色が変わる。今日ですね、産地の学校と山梨旗織り産地バスツアーのコラボ企画みたいな形で、組んでいただいて、で産地の学校っていうのは何ですかね、普段仕事をしていてファッションデザイナーとかクリエイターと呼ばれるような人たちの、素材開発とか、生産管理的なことを、仕事としてしている中で染色整理加工、あとパターンとか発注方法とか、あと現場の人にとっていい発注とはどういうことかっていうちょっと精神的な話から、まあ、そういうのを学ぶ、基礎的な学校ですね。お客様が取り扱おうとしているブランドだとか売り場だとか、そういうものをコミュニケーションを取りながら、お客様が必要としているものをしっかりと言われなくてもできるっていうことがすごく大事。その人たちにこんな細々なしたことができない、お見られできないというのは、まあ、若い力が本当に横浜から移住してくれた佐々木さんっていうのがね、その3人で今頑張ってオーバーを回してもらって、中に真ん中に空中紙を飛ばしている。